そうだ、俺が持ってる面倒な雑務全部後輩に押し付けちまおう。お前、自分の仕事を何後輩に押し付けてるんだ。ブラックワールド。俺の名は山口。あの大手企業レナ商事に就職したエリートだ。新入社員同士の顔合わせを見ていても俺が一番優秀なのが丸分かりだった。どいつもこいつものほほんとした顔してやがる。俺のように優秀そうな奴は一人もいないな。優秀な俺は入社してすぐに大きな仕事を任せてもらえるに違いない。こんな凡人どもと俺は違うのだ。入社してからすぐ新人研修を受けた。とは言っても常識的に考えればすぐわかるマナーの話だ。面白くないから俺は聞き流していた。君は山口くんだったかな。最初の研修は大事だからしっかり話を聞いておいてくれよ。へいへい、聞いてまーす。まったくうるせえんだよ。俺はどうせすぐにお前以上の年収になるエリートなんだから。まあ、俺に抜かれる前に選ぶりたい気持ちもわかるけどね。新人研修が終わると、おのおの各部署に配属されることになる。俺は営業部に配属になったが、最初は簡単な雑務になった。なんで俺ほど優秀な人間が雑務なんだよ。もっとやることあるだろうが。内心不満たらたらで、俺は雑務をこなした。おいお前、この仕事やっとけよ。でもこの仕事、山口くんが任された仕事なんじゃ。うるせえ。俺は優秀だからこんな雑務をやる必要はないんだよ。そんな。めんどくさいし身にならない雑務は全て同期に任せることにした。俺は俺でもっと身になる勉強をしておこう。お前が山口か。新人研修ではだいぶ態度が悪かったらしいな。ま、俺が手取り足取り仕事を教えてやるからしっかり聞いておけよ。でも、こいつも上から目線の中身ペラペラなやつかよ。こんなやつの話なんて聞く必要なしなし。実際先輩は仕事を教えると言いながら重要な仕事を全然教えてくれなかった。俺は雑務なんかやるために入社したんじゃねえっつんの。山口、この間教えた仕事どうしてやってないんだ。へえ、教えた仕事。このデータをまとめておいてくれって言っただろ。やり方がわからないならもう一度教えるぞ。何言ってんすか。データをまとめるなんて小学生だってできますよ。そんなの仕事とは言わないっす。はあ、お前何言ってんだ。もっと仕事らしい仕事を俺に振ってくださいよ。そしたらもっとやる気も出るのに。あのな、こういう小さな仕事の積み重ねが信用につながるんだぞ。へえ、信頼。そうだよ、お前の同期の連中を見てみろ。小さな仕事も嫌がらずにやってたからすでに大きな仕事を任されてるやつもいるみたいだぞ。ね、入社の時のほほんとした顔をしていたあいつらが。それはお前の偏見だろう。みんな自分なりの努力をしてちゃんと仕事をもらってるんだ。お前も見習え。許せん。底辺の雑魚どもの分際で俺よりも先に仕事をもらってるなんて。これはあれだ、先輩に恵まれてないってことだ。俺ほど優秀な実力者が仕事を任されていないのはこの先輩が俺の能力を見抜けていないからだ。俺はイライラしながらずっとしょぼい仕事を先輩に押し付けられていた。せっかく俺が小さな仕事をしぶしぶやっているのに一向に大きな仕事は任されなかった。先輩、どういうことすか。いつになったら大きな仕事を任せてくれるんすか。山口、あのな、お前、正直言って仕事が雑なんだよ。普通はもっと丁寧に仕事をしてミスがないかチェックするもんだが、お前は仕事をやったらやりっぱなし、チェックも何もしない。むしろ俺がチェックしなきゃいけないせいで時間を無駄に取られてるんだぞ。
なんすか、俺が悪いとでも言いたそうっすね。実際そう言ってるんだよ。もうちょっとちゃんと仕事してくれるか。くっ、ムカつく。この俺がどうして説教なんかされなきゃならねえ。どうせあの先輩もエフラン大卒の雑魚だろ。俺に命令していい立場じゃねえ。不満を募らせながら入社していつの間にか1年が経過した。新しく新人が入社してきたが、相変わらずのほほんとしたやつばかり。おい山口、今日からお前にも後輩ができるんだ。今までのような適当な仕事では許されないぞ。はいはい、わかってますよ。ふん、後輩ができたからってなんだって言うんだ。適当に雑な仕事を振っておけばいいだろ。あの山口さん、僕は何をすれば。適当にこの仕事でもやっとけ。俺は面倒な自分の雑務を後輩に押し付けた。山口さん、できました。ご苦労ご苦労。なんで、結構早く仕事を終わらせたな。もしかして後輩ってのは意外と使える存在なんじゃないか。山口さん、次は何をやればいいですか。そうだ、俺が持ってる面倒な雑務全部後輩に押し付けちまおう。どうせ誰がやってもいい雑務だ、俺がやる必要はないもんな。よし後輩、この仕事を終わらせておけ。こんなに。なんだ、先輩に口答えするのか。いえ、やります。愉快愉快、これいい労働力を手に入れたぜ。後輩ができてから俺はほとんど働かなくなった。優秀な人間は自分では動かず人を動かすというが本当だな。俺は優秀な人間であることが証明されてしまったわけだ。おい山口、これは一体どうなってる。なんすか。お前が提出した資料、何もかも間違ってるぞ。一体どんな雑な仕事をしたらこうなるんだ。これって後輩にやらせた仕事ですよ。俺の責任じゃねえっす。後輩にやらせた仕事だと。お前、自分の仕事を何後輩に押し付けてるんだ。その山口さん、ひどいですよ。こんな量の仕事終わるわけないじゃないですか。おい、タイミング考えろバカ。バカはお前だ。他の後輩から聞いたぞ。人に仕事を押し付けてスマホばかり見ているとか。お前何やってんだ。芋づる式に俺の勤務態度の悪さや雑な仕事がバレて、俺は解雇させられた。ちくしょう、何が例な障子だ。無能ばかりを守って俺のような優秀な人間を辞めさせろなんて、人を見る目のない会社だぜ。まあいい、こうなったら俺の実力をちゃんと評価してくれる会社に転職するだけだ。そう思い俺は新しい仕事を探したが、一向に採用されなかった。うちではちょっと、せっかくの麗な障子を1年ちょっとで辞めちゃったのか。なんだよ、どいつもこいつも俺の実力を正当に評価してくれない。金が底をつき、俺は仕方なく派遣やバイトをしてなんとか食いつなぐことにした。俺を求めている会社は一体どこにあるんだ。気がつくと職歴はボロボロになり、さらに何の経験もないままで年を取ってしまったので、正社員として働くことも難しくなっていった。そのうちバイトすらも受からなくなってきて、俺はニートになってしまった。くそくそ、どうして優秀な俺がニートに。バイトすら受からないなんておかしいだろ。怒りながらダラダラスマホを見ていると、今日本ではプライドが高く自己保身に走るだけで何の能力もない人間が増えているという記事を見かけた。そこに書かれている人間の特徴はまんま俺だった。大学だけは優秀なところを出ていていい企業に入ったが、会社でうまくいかなかったのを周りのせいにしている。そうか、そうだよな、全部俺が悪いんだよな。
今仕事がないのは俺自身が他人を見下してまともに仕事をしなかったから、俺が悪いんだ。俺は今までの自分の行いや言動を後悔し、一人泣いた。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。